こんにちは一般社団法人 IT 活用支援中小企業協会のビル・カーターと申します。前回ですね、ストリームドという領収書を撮影した後、それを人力で仕分けデータ化してくれるサービスを紹介させていただきましたが、それを今回もう少しだけ詳しくご説明したいというふうに思います。前半ではですね、それを業務プロセスを含めたどのように改善したか、 というようなことを解説させていただいて後半ではですね RPA つまりロボットによる自動化とまあそのストリームとというサービスと弥生会計という会計ソフトとの連動をどのようにしたかというものを画面イメージを含めて解説したいというふうに思います今画面の方はですね改善前のプロセスというようなことで少し字が多いんですが どのようにして、えー、まあ改善前にやっていたかというのを少しご説明してさせていただきました。はい。これをもう少し図でご説明したいというふうに思います。まずですね、営業がこの会社では5人いました。はい。その営業がですね、それぞれバラバラにエクセルなどにですね、経費のデータを入れて、 えー、フォーマットはありますが、えー、例えばその経費をです、ねまあ、月に1回ぐらい、えー、ちょっとレシートがたまってきたら小口現金が、まあ、会社の中にあるので経費にお願いして、えー、経理と社長がいるタイミングで小口現金を、えーまあ、経費精算していたというよう,なようなものになります。はい ご存知の通り営業の人は外回りなどで、えー、もしくは接待などでどん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 レシートが溜まっていくんですが、大体、えー、まあ溜まってきたらといっても大体月に1回ぐらいだったんですが、これを、えー、まあ例えば1ヶ月溜まっていたら1ヶ月前の経費、誰と何人でどこで食べたかなんていうのは、えー、もう一度日程表を見なければわからないんですが、これを Excel で 1>, 1ヶ月前のですとかを思い出しながら書き込んでいました。これを、エクセルをですね、プリントアウトして、紙に、紙が出力されたものに対して、レシートを貼り付け、さらにハンコを押して、まあ、こういったものを、えーまあ、バラバラに、バラバラのタイミングで5人がやっていましたと。はい。 まあこういったことになるとですね、えー、まあレシートだけじゃなくて、えー、交通費もですね、えー、1ヶ月前ぐらいの、えー、乗り換え案内と、えー、もしくは日程を付き合わせながら、えーまあ、思い出したりチェックするのにも時間がかかったり、もちろん間違いも多発していました。そして領収書とハンコ付きの紙を経費の方に回してですね、経理の人は再度全確認です。これもちろんですね、紙で来るので、 えー、活字パソコンで打たれた活字とはいえもう一度それを手入力でパソコンで Google だとか乗り換え案内だとかで経費の妥当性だとか、えー、電車賃の妥当性だとかをもう再度全確認する必要があり悪気があるかないかは分かりませんが、えー、もちろんあの間違いが出たら差し戻しというようなことだったり確認 したりだとか、まあ、それの手間がかかっていましたそして、えー、これが OK であれば経理は犯行を押して、えー、その後社長がまあ社長も外回りで非常に忙しいので、えー、社長がいるタイミングでわざわざ営業も経理も社長もいるタイミングで社長にチェックをお願いし社長のそばにある金庫を開けてもらい とはいえ、経理も開けることはできるんですが、安全安心のために、え、お互いの安心のためにも、社長と経理が一緒のタイミングで常に開けることを、え、ルールとしていました。はい。もちろん、営業5人がバラバラに、これは、え、社長経理と、え、ま、申請するので、え、そういったタイミングも難しいものがありました。はい。まあ、社長は、 金庫を開けて経理が小口現金の中から、えー、その営業の人に対する、えー、金額経費生産の金額を取り出しそして営業の人に手渡します営業の人は、えー、まあその現金をちゃんと受け取ったというようなことで、えー、フォーマットに対してハンコを押して、えー、そのハンコが押された 受領員付きの受領証と経費清算書は経理の人がファイリングすることによって長年のキャビネットがどん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 長年ちょっとずつちょっとずつ埋まっていくような形です。はいまあ、こういっ いったプロセスででして、まあ、社長ももちろんその妥当性というのはよくわからないまま金庫を開けるといったようなことと、まあ、経理の人も非常に気を使うと社長がいるタイミング営業の人5人がそれぞれバラバラにやっていくといったようなことです。はい はい、この図の中ではないんですが、えー、とレシートをですね、えーまあ、レシートが陥熱紙のため非常に消えやすいというようなことで、えー、それを再度スキャンしたりだとかコピーしたりといったような2度デマ3度デマが発生していましたこれが改善後のプロセスを少し簡単に説明していくものなんですが、えー、レシートのデータ化サービスのストリームと、 ですね、えー、営業の人はレシートを受け取るたびに領収書を受け取るたびに、えー、専用のアプリで、えー、パシャッと取りますこれはもうえー、まあアプリなので直行直帰で会社に行かなくてももちろんえーまあ、家でもちょっと電車待ちの時間でもできるといったようなことですそして1営業日後には これがデータ化されてくるので、例えば接待だとかの場合には会食相手だとか人数だとかをアプリの方から追記する形です。レシートに手書きでですね、そういったメモを追記しておけば、それもデータ化されることかとは思うんですが、はい、こういった運用になっています。 営業の人はレシートが発生するたびこれをやればいいんですが経理の人はこれを1ヶ月に1回ですねえー、まあチェックしますこのストリームドのアカウント5人の営業の人のアカウントに対してログインしてですねこれはパソコンの画面があるのでこれをログインしてこれにログインしてまあ経理がやると言ったより言うよりは経理のパソコンが勝手にやるわけですが 経理のパソコンがロボットによって各5人の営業の ID を使い CSV ファイルを5人分一気に巡回でダウンロードしていきますそしてこのパソコンには経理の会計ソフトも入っているのでそこに自動的に取り組む取り込むようにロボットがやりますとはい まあもちろんこれも手動ではなく自動でやりますと。会計ソフトには弥生を使っていて、弥生のインストール版を使っているので、こういったフローになっています。そしてちょっと別の話にはなるんですが、この会計ソフトは銀行との連携もできているので、銀行からの明細の 自動取り込み、自動仕分けも、えー、できているので、会計にかける時間っていうのが非常に削減されています。はい。これはまた別の話になるんですが、えー、経理はこの会計ソフトに取り込まれた後の数字をチェックして、まあこれでほとんど、えー、まあ間違いといったようなものがなくなったので、 まあ、こういった運用でも可能になったと。そして、社長もですね、会計ソフトに直接ログインしてチェックするような運用にしました。チェックだけですし、ほぼ間違いもなくなったので、これでほぼえ問題ないといったようなことになりました。そしてですね、えはい、月に1回の給料日には、この経費、 の生産分を含めて給料に上乗せする形で営業の人に支払うといったようなことでもちろん、従業員も、えー、なくなるといったようになりますし経理の人も小口現金が不足気味になるたびに銀行に行って小口現金を下ろしてそして現金の帳尻を合わせてといったようなことも必要なくなりました。はい ここに示している通り、ええー、まあですね、営業、社長、経理、それぞれが、まあ時給があるわけですが、それがかなり激減したと。一人一人はですね、ええー、まあ一つ一つのプロセスは数分とか10分とかかからないので、みんなそれを問題と思っていなかったんですが、こういった経費説明ができるようになりました。今、あの画面の方では、この プロセスを実現したロボットの方を、えー、紹介しています。最近もですね、RPA という言葉で、ロボットプロセスオートメーションというような言葉で、少しあの認知も広がってはきていますが、この UI パスのコミュニティエディションというのはですね、中小企業のサイズであれば、無料でできるロボットになっています。 これに、えー、情報を入力するとダウンロードして使い始めることができます。まあ、経理の方ですとか、ちょっとパソコンに慣れている方であれば、シナリオを作ってですね、えー、まあ、こういった場合にはこういう操作をするですとかを、えー、覚え込ませるというか、指示を 記入していくことが可能になっていて、非常に直感的に操作もできるようなソフトですし、もしくは、えー、画面そのものをレコードするといったようなことも可能です。今これはですね、そのレコードの様子を少しデモとして説明しています。インターネットエクスプローラーを立ち上げて、インターネットエクスプローラーのアドレスバーに,に文字を入力するというような プロセスを今、レコードで覚え込ませているところです。はい。そして、アドレスバーには、ストリームドのログインアドレスを、アドレスを、まあ、入力しろといったような指示を今、ここで書いているところです。はい。それを入力できたら、まあ、エンターボタンというか、はい。繊維ボタンですね。それを押すと。 指示をここで入力していますはいそして、えーまあ、ここではですね営業 A さんの ID とパスワードを入力するというような指示をロボットにまあ覚え込ませているという画面になります。 はい実際にはこれをですね営業5人分、まま、繰り返して覚え込ませるようなことになっていますちなみにですねインターネットエクスプローラーを使っているのは標準ではインターネットエクスプローラーが、えーま、動くというようなことで 他に Chrome は拡張機能をインストールするだけで動きます。また Edge も同じように動くはずです。少し拡張機能を使う、えー、追加するだけで動くはずです。はい。そしてですね、えー、これは営業 A さんのアカウントでログインしたところですが、 まあこの中で CSV の出力というようなことを指示していきます。まあ、実際にはですね、この営業 A さんの社員番号ですとか、それからダウンロード日、えー、もしくは年月ですね、そういったものを、えー、そういった識別紙を使って CSV のファイル名と命名規則として、えー、経理のパソコンのローカルにダウンロードするといったようなことを、えー、覚え込ませます。 はい、はい、今ですねここからはそのロボットが自動的にやっている様子をデモとして表示していますインターネットエクスプローラーをロボットが勝手に立ち上げて営業 A さんの ID とパスワードを使ってログインしましたそしてですねやよいの形式で CSV を出力する 画面です、はい、先ほどはありませんでしたがこういったこともすべて一回最初に覚え込ませればあとはもう自動的に全自動でしていきます。はいそしてここでは CSV の出力というようなことをこれからする画面です。はい はい、そしてロボットが弥生会計のインストール版を立ち上げたところでして、まあ、弥生会計のインストール版でもですね、えー、ウェブと何ていうかウェブと連動しまして、まあ、ウェブの方で、えー、こういった CSV の取り込みだとか銀行明細の取り込みというようなことができるようになっていますので今、えー、弥生会計のインストール版から弥生のその まあウェブの方へ繊維をまあロボットが勝手にしたというところを見ていただいています。はい。そしてこれが弥生のまあインストール版のえなんていうかウェブ画面になるんですが、この左側の CSV ファイル取り込みというようなところをロボットがこれからクリックし、はい。そこに。 遷移すると CSV のアップロード画面があるのでそこをクリックして先ほどスリームドからダウンロードした CSV 営業 A さんのものを取り込むといったような画面ですはい、まあ、以上ですね、えー、ちょっと長かったかもしれないんですが、えー、業務プロセスの改善それからロボットまあロボットがどういうふうに自動的にやっていくのかというのを見てみましたはい 今回以上になりますが、もし気に入っていただけたらいいねですとか、もしくはチャンネル登録の方よろしくお願いします。ありがとうございました。